なんかもう本当にあと数十秒で変わるぞ。カウントダウンを一緒にしよう。10、9、8、7、6、7、8、9。朝です。年が明けて朝になりました。おはようございます。そして明けましておめでとうございます。早いね、一年経つのが。猫ちゃんも泣いております。明けましておめでとうございます。お賽銭を入れましょう。あ、お金入らない。お金、ひりおくお金、これどうやって入れんの？うおお、こうやって入れんの？直接中にぶち込むんか。ああ、今年もお参りしなきゃ。神様ってどこにいるのかな？おお、そんなとこから出てきたんだ。ヒレオが神か。ああ、今年もお参りしなきゃ。神様ってどこにいるのかな？地下。地下。ヒレオくん。近い。ああ、今年もお参りしなきゃ。神様ってどこにいるのかな？もじもじしてる。神様。神様がひ弱だな、なんか。もじもじして。来るのめっちゃ遅い。ああ、今年もお参りしなきゃ。神様ってどこにいるのかな？うお、後ろから来るのかい。今年もお参りしなきゃ。神様ってどこにいるのかな？あれ？神様いないんか？全部入ってない。びっくりしてる。あー、アサリが全部なくなっちゃった。人が描いた絵馬、アサリ当ててなんか悪いことしてる。よし、じゃあヒレオくんの家でいいの、ここは。出身地？ヒレオくんの出身地に来ました。こうやってゴミが大量に今落ちているので、綺麗にしましょう。お、早速拾ってね。拾って。ジェイソンがちゃんと、ゴミを拾ってますね。ヒレオくんも自分の家なんだから自分で掃除しないと。あ、俺拾っちゃったじゃん。ジェイソンに渡しとくわ。ヒレオくん自分の家、自分の家にゴミポイ捨てしちゃダメだろ。ほら、みんなちゃんとゴミ拾ってるよ。徳を積むって言うからね、ゴミを拾うってことは。あげる。あ、オッケーオッケー。おお、でかくなったゴミが。あ、ゴミでかくなった。ナイス。ちょっとゴミを焼却炉に入れよう。みんなのここにゴミを捨てるんだ。そう、ゴミ捨てて。ナイス、ゴミ。これで、スメシマルドのゴミが、30個分、なくなりました。ほら、焼却炉、なくなりました。よく自分の家なんだから、自分で掃除しないと。掃除させてんじゃん、俺、みんなに。ほら、ジェイソンとか、ちゃんと真面目に集めてるよ。ほら。ほら、偉い。ほら、ゴミ焼却炉入れてるもん。偉い。偉いよ、このイカちゃんとタコちゃん。いいね。拾わせるなって。拾わせるな。ひりおくん自分で一回もゴミ回収しなくない？あ、それ取る、これ。取らない？ひりおくん光った。ひりおくんサボってるんですか？ひりおくんゴミ投げられてる。ひりお、掃除して掃除。自分で掃除しないから。掃除。ひりお、ゴミめっちゃ投げられてる。なんか、違った遊びになって。ひりおくんゴミ投げられてそのまま捨ててる。ねえ、ゴミだらけになっちゃった、こ
これ。オリオン座みたいになってるやん、ゴミで。あーあー、見事に逃げてる。こっちに、こっちに投げてるゴミを。ヒロゴミ、ヒロゴミめっちゃ投げられてるぞ。なんかゴミでドッジボールしてるみたいになってるぞ。ゴミの投げ合いだ。うわ、でっかいゴミ投げてる。あー、なんかすごい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 。あ、なんか出てきた。ゴミ大量に詰まってる。集中砲火、ゴミの集中砲火受けてる。ゴミだらけやん、ヒレオくん。自分で掃除しないの。あー、でゴミでっかくなって落ちた。あのね、今からちょっと津波が最近さ、あの警報が鳴ってて津波注意報みたいな鳴ってたんですけど、今日はちょっと津波について対策を取っていこうとしたんですけど、違うからね、それ。ヒレオくん、足ひれつけてなんか海藻みたいなのまとってるけど、それで別に泳げるわけじゃないから、それ違うよ。津波が来た時にですね、じゃあどう対策していくのかというと、まずはハザードマップを見ましょう。多分あのお母さんとお父さんとか聞けばわかるんだけど、避難場所だね。避難場所を多分最初あらかじめあるんですよ。例えば丸々小学校に逃げてくださいとか、それを確認しておく。海辺から離れましょう。水辺のとこからやっぱ津波がやってくるから、もう本当にこういうとこだよね。こっから水がドワーって流れてくるのを逃げるためには、やっぱ離れなきゃいけない、水辺から。そう、そう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 、そういうこと、そういうこと。みんな水辺から離れて。水辺から、ヒレくん、それ後ろ水、後ろも水だよ、ヒレくん。こっちでもこうなるから気をつけましょう、皆さん。はい、じゃあ対策3つ目、高い場所に避難しましょう。あの津波は高さ20センチから30センチでも大人が倒れるほどのパワーがあるらしく、とても危ないので、あのもしも津波が来るという警報が来たら高いところに登りましょう。はい、高いところに、高いところに逃げましょう。そうそう、そういうこと、そういうこと、いいね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 。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと。高いところに、高いところに逃げましょう。もう場所なくなっちゃっとるやん。それでは、もしも津波が来た時を想定して訓練しましょう。さ、津波がやってきました。津波から避けて、みんな津波から避けて。そう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 。さ、津波来るよ、津波来たよ。津波が二人溺れた。二人、俺水辺から離れないから溺れた。また津波来た。また津波来た。危ない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 。もう連続でやっちゃっていいですよ。はい、行くした。連続でどうぞ。ヒレオくん、目元がパンダみたいになってるけど。大丈夫か？ヒレオくん、あ、誰か落ちた。津波。笑い事じゃないよな、これ。ちょっと、顔が、大丈夫か、顔が。ヒレオくん！さっき、教えた通り、津波を避けるんだ。一人消えた。一人消えた。あ、そうそう、ヒレオくん、そうそうそう。そうそう、高いところに避難、そう、そういうことよ。水辺から、ま、ちょっと離れて、高いところに逃げて、そういうこと、そういうこと。そう、今ね、オミクロン株ってのが、なんか、日本、いや、各国、海外でも流行ってるみたいなので、新型ですね、コロナウイルスの。新型コロナウイルスが流行ってて、あの今東京でももう1000人超えたらしいですね。ああまあこうなります。ヒレオくんもマスクしてないんじゃないか、それ。今回もですね、ヒレオ大統領が皆さんに忠告をしています。マスクはしろと、マスクをしないといけないと今忠告をしております。医療大統領すごい貫禄がありますね、大統領。で、大統領これ
マスクしてないけどいいのこれ。いいの。大統領マスクしてないけどこれいいと思う。大統領はいいらしい。いや、そういうので感染するんよ、いっぱい。いろんな人が。俺も人のことは言えないわ。俺も今回人のことは言えない。マスクをさ、するしないだけじゃなくて、おさらいをしよう。まず3密だよね。密室？密会？あ、密会じゃない。なんだっけ？あれ、大統領3密ってなんだっけ？自分で言ってた。わかんないの ?3 密。一人わかんないらしい。みんな3密わかるか ?3 密覚えてるか？わかる？偉い。わかるって。お、偉いね、みんな。大統領、3密、わからないんですか、本当に。わかってない。あ、わかる？ 3 密わかる？ちょっと俺の耳元に言って。蜂蜜、蜜蜂、黒蜜。全然違うよ。全然違う、全然違う。大統領さらに偉い位置にいるわ。降りてきた降りてきた。でちょっと説明するよ。おさらいで説明するよ。まず換気の悪い密閉空間にいてはいけない。密閉は×ってことです。2、人が多く集まる密集場所がいけない。これが2個目の3つ。3個目、会話するときに近くにいてはいけない。つまり密接場面がいけない。まあつまりこういうことですね。これアウトだからね。これ分かった。 この場所にいる時点でもう我々はアウトなの。そう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 、離れないといけない。これがソーシャルディスタンス。そうそう、これを皆さん心がけてください。オミクロン株流行っているので。よく反復横跳びしてる場合じゃない。え、ここに反復横跳びできる場所が。すげえ。大統領が反復横跳びしたらみんな反復横跳びしてる。もう、オミクロンどころじゃないわ、これ。オリンピックみたいな。ちょっと、なんかオリンピックようできたな、日本で。Thank you.